戦闘の脱衣所。皆さんこんにちは。番組 MC レーシングドライバー小村俊樹です。燻製料理ってさ、絶対失敗してさ、あ、ちょっと食ってみたらうまかったからって生まれた料理だよね、デュです。あ、もともと考え抜かれた料理じゃないと。絶対失敗したやつじゃんって思っちゃうんだ、あれ。でも、ね、一番思う。多いと思うよ、そういうの。ここにもある。だって、わかんない、俺聞いたことあるのは、うん、いや、水飲むね。あの、猫まんまってわかる？わかるわかる、ね、ご飯に味噌汁のやつかける、うん、まあ味噌汁の中にご飯入ってる、うん、あれってさ、要するに急いで食べなきゃいけなかったからそうしたみたいな切ない。 あるな、なんかそんな聞いたことあるんだけど、うん、要するにその料理を作ったんじゃなくて食べ方から生まれた料理でしょ、あれって。ああ、まあね、まあ、料理なのかな、料理というか、まあ、うんうん、まあ、まあ、おじやじゃないけど、そういうのってあるじゃない。いや、まあでもそこはまだわかるんだよ、うん、あのね、ちょっとうまそうじゃん、あのかけても。まあまあまあ、でもさ、ね、燻製に関してはさ、絶対失敗したのを、あの、俺本当はこれ狙って作りましたみたいな顔でさ出してくるじゃん、燻製のってさ。いや、今はね、今はだって強いから。今はってか、多分一番最初の人も絶対そうだよ。俺すごい料理を発明したんだけどって言って出してきたのが燻製なんだよ。絶対失敗したんだよ、あれ。もともとは何作りたかったんですか、その人。え、多分もともとは普通にあの普通にベーコンは普通にその肉を焼こうとしてて、うん、あの1時間ぐらい経って、あれ俺そういえばやってたなって見てみたら忘れちゃってたの。めっちゃ変な風になってんじゃん。でもあの恥ずかしいから、恥ずかしい、すごい料理見つけたんだって持ってきた感マックスだよね。何も知らないけど、で美味しかった。絶対何も知らないけど、多分そうだよ。多分そう、全部俺の予想だけどね。燻製の生まれ、ちょっとテロップ出しとこうか。そうそうだ、うん、やっといて、出しよう。OKOK。 はい、ということで、はい、本日もやっていきたいと思います、うん、銭湯の脱衣所。はい、こちら、まあ、前回になるのがちょっとわかんないんですけども、うん、本日もゲーム会ということで、ゲーム会、まあ、映像をね、映像ね、後ほどコーナーから映像を映し出しますけども、うん、今回やるゲームはこちらです。ミスタードリラー進くんです。進むくん、あれ、ミスタードリラーか。あ、ごめんごめん、ミスタードリラーなんだよ、進むくん。あれ、違かった。ミスタードリラー進むくんは進むくんだよ。あ、タイトルじゃなくんだっけ。ミスタードリラーでしょ。あ、ミスタードリラーです。びっくりするわ、ミスタードリラー、はい、はい、ミスタードリラーでございます、はい、まあ、スイッチ版のね、やつをやっていきたいと思います、うん、で、今回はまあ体験版を利用して、うん、まあ、プレイ、うん、十分にね、あの、楽しんで遊べますので、まあ、単純だよね、このゲームね、はい、ただ掘っていけばいいんでしょ。そう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 、どちらかというと女性が人気。あ、そうなんだ。なーゲーム、アーケードゲームだったかなっていう。結構、ゲームセンターとかにもミスタードリラー置いてあったんで、ああ、ね、あの、女性がやってる、誰がやるんだよと思う、シーンとか。あ、女性ってんだ。結構見ましたね。あ、はい、あの、まあ、そういった女性にも人気なゲーム、まあ、単純ですか、単純明快、単純に下に土を掘っていくみたいなイメージかな、はいはい。で、まあ、掘っちゃいけないブロックはそのまま掘らずに、うん、掘っていって、うん、まあ、500m、1000m って、うん、設けられたゴール地点にね、うん、まあ、いち早く、うん、遅くちゃダメなので早く、まあ、制限時間内にゴールするっていうね、なるほどね、単純明快なゲームでございます、うん、まあ、そちらを今回はね、はいはい、2人で1人ずつプレイして、まあ、できればタイムアタック、そうだね、どれぐらいでクリアできたかっていうのを、まあ、体験版でもここまで遊べるぞっていうのをね、ちょっと見せられればなと思いますので、うん、はい、はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで早速コーナーやっていきたいと思います。まあ、今回ね、前回モーテツやりましたけど、あれはね、言っても片手で操作できたので、今回両手を使わなきゃということで、私がこんな感じでね、うん、マイクを近い近い当てながら、いやでも入らないから声が、なんか舐めてんのかなって感じ。なんでね、近くわざとやってさ、うん、お前バカにしてんだろ。
じゃあちょっと話すからハキハキ喋って。はい、わかりました、はい、じゃあ早速プレイしていきたいと思います。堀進むのキャラクターです。進めましょう。はい、堀さあこんな感じでね、あのカラフルな石なんですかね、進みまくってくる、まあ、これをね、ただ単純に掘り進めるだけです。はい、たまこんな単純なんだけど、それが楽しいんだよ。そうで、この途中途中あるね、カプセルが、あの、まあ言ったら酸素、まあ、エアって書いてますからね、それを取らないと、あの右下のパーセンテージがあると思うんですけども、そうでもこんなあんま取らなくてもいけんじゃないかな、まあ、言ってもね、ただゴール地点は 500m なので、まあ、やっぱり取らないわけにはいかない。ああ、やっぱそうなんだ。だ取れるうちわざわざ取りに行くというよりかは、ね、まあ、取れるときはそうやって取っていく。そうだよね。わざわざ取りに行かなくて、はい、別にね、なんか行けるような気がする。だからまあ、どうなんですかね、50… あっ、おっと、潰されましたね。死んだ。これ、あ、潰されてたら死ぬんだよね。そうそうそう。で、右下ライフ、ライフ数あるんで、全部で3回まで失敗できる。あ、そうなんだ。はい、決まってんだ。何回もできない。で、まあその掘るスピードもそうなんで、おっとやめろよ今固まってねえだろ今の。もうすでに2回ですよ、リオくん。まあこれね、掘り進むスピードもあると思うんですけど、うん、いかに重なってるやつを消すかっていう、それによっても、ね、そのパーセンテージの上、スコアっていうのが関わってくるんですよ。うん、めっちゃ本当だ、あれ、危ないよ。これ何これ、それ なんだっけ、俺もね、実は熟知してないんだ、体験版ではもう特に何も起こらなかったけど何だったんだろう。まあこのゲーム自体はね結構古いというか、結構前にね、昔ゲームアドバンス、ゲームアドバンスだった、俺一番最初やってたんですよ。その頃に発売されたコナミさんからね、そうそうそう、発売されたゲームでございますけど、おっとそう、このバッテンを壊してしまうと、うん、そのパーセンテージ酸素がなくなっちゃうんですね、うん、あ、そうなんだ、はい、だからできる限りこのバッテンを壊さないルートで掘り進めなきゃいけない。なるほどね、じゃあ、はい、こっちの方がいいんだ。なるほど、そうだからうまく避けないとね、ただ硬いだけじゃないんだね。そうそうそう、あ、そういうこと、あ、あ、でもいいラッキーラッキー、オッケー。さあ残り 100m、 うまく、いやでももう2回死んじゃったからな、危ないよ危ないよ、え、これどうすんの、危ないよなんで待ってた今、はい、ゲームオーバーでーということでプレイヤーチェンジ、はい、プレイヤーチェンジ、ね、じゃあ私がね、大丈夫、別に当ててもらっても構わないだろお前惜しかった強い、普通こうでいいだろ、なんでよグーッと、はい、じゃあやっていきますよ、はい、よく 400m とちょっとぐらい、 400m ぐらい、お前でもこれ割と初めてでもね、こんなにそうそうそう、ってのはいいよ、簡単なんで、そうそうそう、ね、初めてやって難しいゲームも結構あるけど、初めての人もただ全然すぐできる、下を下押しながら A を押してくれる、早いぞ死ぬのが、うん、だから基本だからこれ真下に掘り続けるのが安全な気がするんだよね。まあもちろんね、上から降ってこないから、基本はあの左右移動しないようにそうするのがまあ当然ですけどね。まあまあそうなんだけど怖いよねこれ。そう言っても、ま、うん、っすぐ進めるだけでもね、あのバッテンが出てきちゃうから、うん、まあそうなんだね、まっすぐにはいかないんだよね、うまいことね、途中途中方向転換しながら、うんうんうん、進まないといけないですからね。これ一応パズルゲームなのかね、一応パズルゲームなのかね、これ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 頭に残る、歌が流れるゲームって塊魂ね、ね、似てるよ、ね、あれパクってるよ、あれソニーだから、これコナミだもん、あ、そっかそっか、あれパクってる、これだって、あれソニーってナムコ、一応、あれナムコか、ナムコナムコだ、ナムコでもどっちもパクってるよね、他のゲームアドバンスの時なんかこんな歌流れなかったからね、あ、そうだね、BGM だけだからね、もちろんもちろん、さあいいね、300m クリア、300m クリア、おかし
下に行くにつれてブロックが難しくなってくる。そう、初めのうちは、重なってたりね、してたんですけど、簡単に掘れるように。そう、ただ一個一個がね、あるんで、落ちてくるときに重なってくれないよね。なるほど、難しくなってきてますね。本当は難しくなってきてます。でも順調ですよ。なるほど、順調ですね。開始早々に私一回雨に開始早々に一回ね、やられちゃいましたけど、あと2回まで死ぬ。そうそう、いい感じ。さあラスト入ってるよ。あ、なんかこの歌の感じ、あぶね、あぶね、そっか、許容入れないです。3回って壊れるじゃん、あの場合。さあ、いけるか、あと半分、なんか半分っていうか、もうじゃあ切ってる、いけんじゃない、いけるいける、よし、お、あぶね、あぶね、おー、あぶね、よっしゃー、これゴール、ゴールでーす。まあそういうことですよね。まあ私も結構好きで、まあ購入してやってたっていうか、結構ゲーセンで何回かやったかなっていう。これはその別のステージが選べるんですか、体験版じゃないと。体験版だともちろんこのステージしか、まあこの映像通りね、遊んでくれてありがとうと。なるほどなるほど。まあ続きは製品版でね。あ、ちょうどいいところで切るね。まあそれはそうですよ。でも体験版にしてはキャラクター、あ、ごめんなさい、だいぶ楽しめるよね。キャラクターね、いろんなキャラクター選べますから。キャラ関係あるの、あれ。あのね、あるんですよ。あるんだ。例えばその堀進君の左側にいる犬、うん、あれだと、うん、通常はね1段しか飛べないんですけど、2段まで飛べる初心者用のキャラとか。なるほどね、そういうのがあるんだ。まあ確か例えばロボットだったらバッテン一発で壊せるとか、なんかそういうの、それぞれにあったと思いますよ。はい、なるほどね、という形でございます。はい、なので結構ざっくりとした紹介ではありますけど、うん、こういうミスタードリラー、まあアンコールというゲーム内容、ゲーム内容というか、過去のね、もう踏襲しながら新しいものも入っている、うん、なるほど、ミスタードリラーアンコール、ぜひね、2980円とか、安いね、2700円台だったかな。まあ、ゲオとかね、そういうところで買えばもうちょっと安く、手に入ると思いますし、もちろんダウンロード版もありますから、ぜひね、皆さん体験版からでも遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでエンディングに参りたいと思います。はい、ではエンディングに参りたいと思います。この番組はアセットビューティーさん、ジェスカークリーンさん、オルマ空調設備さん、アーマー東京さんの提供でお送りしております。はい、はい、ということで、ゲーム会立て続けだったか分かりませんけども、うん、やってまいりました。ねえ、やっぱ楽しいね、ゲームはやっぱいいよね。楽しいね、うん、まあそれこそ我々二人はね、以前クロー大学という番組でね、はいはいはい、ゲームゲーム会やってましたね。スピンオフ企画で、うん、YouTube 動画今もね、検索していただければ、うん、バンバンいろんなゲーム、それこそ何本ぐらいやったんだろうね、うん、だいぶやったよね。古いのとかもやったからね。まあ、50本は少なくとも上げてますからね。で、動画自体の、90本近く動画配信はしてますから、うん、まあ、50本以上のゲームはやってきた。やってきた、はい、クソゲーばっかだった。まあ、クソゲーはね、あげるゲーム、わざとそういうのを、ね、はい、選んでたからね。で、宝を探そうっていうような、ね、内容からスタートした企画でしたから、まあ、有名ゲームを結果ね、やりたいってなってやって、やっとってね、はい、うん、まあ去年ね、12月をもって黒大学が終了いたしましたけども、そうね、我々はね、その続きというか、うん、頑張っていきたいなっていう意味も込めまして、このゲームも、はい、このラジオ内でやっていこうじゃないかという、ね、ことで、
そういうことか。もう銭湯と関係ないからね、もうゲームはね。いやだからそれこそ、うん、銭湯ある銭湯ではね、お風呂上がったらゲームコーナーってあるわけじゃない。銭湯にある？あるでしょう。銭湯はないよ。いや、銭湯あるとかあんの。あ、そうなの。うん、りょうくんが想像するその兄弟がバーって並んでるとか、そういう豪華ではないかもしれないよ、うん、ただ例えば10円ゲームでね、よくさ10円玉弾いてゴールまで持ってくっていうゲームだったりとか、あるね、それこそなパチンコみたいなね、ゲーポンあるなとかさ、あったじゃん、あの懐かしい。あとワニワニパックのパクリみたいなやつとかもあるよね。あ、そうそうそう、だからあの10円で拾えるあのクレーンのね飴玉とか、あるある、いろいろそういう古いのもあれば、当然なんかスロットコーナーとかパチンコーナーみたいな設けてる銭湯も結構あるんですよ。まあ、銭湯っていうか、それはあれじゃない、健康センターとかじゃない、ちょっと大きめの健康ランドとかね、スーパー銭湯とか、まあそこはもっと充実してますよ、それこそ。はい、でも普通の街のね、ああいう商店街の中とか、そういうところの銭湯にも意外とあるところにあるんで。まあね、うん、まあ、じゃあやってもいいのか、まあ、そういう意味ではゲームっていうのは別に遠くはない、うん、無理やりですけどね、まあ、結構こじつけだけど、ね、まあ、ここまで最新のゲーム置いてるかっつったら確かに置いてないですけど、でもこれを見てじゃあ置いてみようってなればいいんじゃない銭湯で逆に、あ、人気だったらちょっと置いてみようかなみたいな。お家の銭湯に置いてみようかな。風呂上がりとかにそのよくさ机型の麻雀とかさ、あるね、スペースインベーダーとか、ああいうのも置いてるところ全然ありますから。おっさんたまにやってる人いるから、将棋みたいなのもあるし、うん、まあ、喫茶店になってきちゃうね、そうなってくると。あ、スペースインベーダーみたいなでも、そういうのも置いてあるので、うん、次、まあ、にしても、銭湯にいる時間に桃鉄は無理だよ3年とか無理だよ。サウナ入ってる間にとか、いや、無理、死ぬ死ぬいや、コントローラーバカになる、コントローラーバカになるはい、ということで、まあそういった形でね、まあ、ゲームも今後とも、うん、やっていきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、レーシングドライバー小室俊樹とどうでした。